あんたたちに何がわかる。俺はもうやめるんだ。逃げるのか、大橋先生。尻尾巻いてこのまま逃げるのか。逃げるかよ。教師になりたくて。ずっとなりたくてなりたくてずっと頑張ってきた俺の気持ちが、あんたなんかにわかるかよ。何言ってんだよ、大橋先生。これじゃ参っちまったのと同じじゃないかよ。あんたには人の心がわからないのか。悪意は人の心を蝕む。でも最後の最後に人を追い詰めるのは無知で無邪気な善意だ。ふざけるな。もう一度言ってみろ。今の言葉もう一度言ってみろ。木田先生、暴力はダメです。それが暴力じゃない、教育だ。木田先生、落ち着いて話してください。口で言っても分からない奴はこうするしか。教師辞めたいのか。俺は本気でこの子のことちょっとこの前の検診でね。そう、ただいま。あ、帰ってきた。大丈夫？ありがとう。お疲れ様。お帰りなさい。ただいま帰りました。さあ入って。いらっしゃい。 あら、水も滴るいい男が二人も。どうぞどうぞ。体調は大丈夫ですか？来週は区長が授業を見に来るから、それまでには直してくださいね。うちのクラスの成績トップがいないと授業が閉まらないから。はい。あら、元木先生。どうしたの？出かけるの？これからパパと一緒に司会のパーティーなの。ねえ、どうして元木先生と？ああ、すいません、実はちょっと。塾は？休んだの？休んでないよ。ならいいわ。塾だけは休んじゃダメよ。私立に受かるためには今からしっかり準備しないとね。それじゃ先生、急ぎますんで。どうぞ。寒かったでしょ。もしかしてあなたが大橋先生？例の不登校の？うわー、何？お茶じゃないでしょう。ほら、これをキューッとやろう。幻のドブロク、負け犬がドブロク。何？でもあれだよ、なかなかできないよ、教師が不登校なんて。私が現役の頃には考えられなかったからね。大橋先生、ある意味すごいよ。しかも不登校してる学校の校長先生の下宿先に来るなんて、ほんといい度胸してるよ。さあ飲んで飲んで。大橋先生だって来たくてうちに来てるわけじゃないんだから。成瀬校長が揉み合ってる時にその弾みで大橋先生が殴ったって言いがかりつけて、殴った代わりにうちに来いって。成瀬君ったらそんなこと言ったの？まるで昔の私と成瀬君じゃないか。え、おじいちゃんと成瀬校長？成瀬さん、おじいちゃん殴ったの？小学生の時だけどね。まあいろいろあって巡り巡って彼は校長先生になったってわけ。彼にとっては高くついた一発だったね。もしかしてそれが31年前の約束？詳細は内緒です。内緒かい。話題の主の成瀬君は？あ、まだ着替えてんのかな。最後の最後に人を追い詰めるのは無知で無邪気な善意だ。あんたみたいな奴が振りかざすおせっかいで脳天気な善意ってやつなんだよ。参ってますか？ああ、参ったって言ったら喧嘩は負けなんじゃないの？いや、参ってません。
ただちょっと頭を整理したくて。ドイツ人は考えてから走る、イギリス人は歩きながら考える、イタリア人は走るだけで考えない、は、日本人は周囲と同じように走る、そして最近の教育人は走る前に会議をする。さて成瀬君は何人でしょう。自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王の提供でお送りします。起きよう、朝の4時だ、起きよう。何、人の部屋に風が入ってるんですか。いいか、俺はな、走り終わってから考える鬼だ。どうだ、参ったか。だからおやすみなさい。マイルな、マイルだ、マイったる負けだ。寒い。昨日な、大橋先生と俺の間に割って入った時、先生のエルボーががっつり入りました。だからその代わりに俺の言うことを聞いてもらう。は、さっさとこれに着替えてとっとと下に降りる。マジで4時、外まだ真っ暗じゃんよ。いやー、助かりました。年末の忙しい時期に異例の早朝工事になっちゃったから、もう人がなかなか集まらなくて。いやー、役に立てて嬉しいよ。大橋先生は元インターハイの選手だし、竹津先生は遅刻ギリギリ自転車ダッシュで鍛えてるから問題なし。もうがっつり使ってよ。もちろんすよ。石橋がっつり使わさせてもらいますよ。石橋がっつり使うって。今日一日荒川の河川敷の工事現場手伝ってもらいます。一日工事現場、学校はどうするんですか。今日は校長命令で有給ってことで。そんな横暴な。昨日先生のエルボーがここに。はいはいはい、分かりました。でも大橋先生が殴ったのは一発だけですよね。もう借りは返してるんじゃないですか。いや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 、実は大橋先生、あの時は俺の向こうずれも蹴ってるんですよ。俺はこう見えても昔喧嘩した時何発殴られたかきっちり覚えてて忘れない鬼と言われた男だ。どうだ、参ったか。鬼の名前長っ。長生きだ。変わらねえ。さすが勝ちっすね。大橋先生、電池切れたままですけど本当に大丈夫ですか。体を動かしてれば何も考えなくて済むんだよ。悩みがあるときはとにかく動けだ。で、とにかく動けんのその先は何か考えてあるんですか。いや、ない。ないんですか。まずは走る、終わったから考える。俺はそういう男だ。ほら大橋先生、早く降りて。激しく不安。ちょっとみんないいかな。今日一日手伝ってくれる、竹内さんと大橋さんだ。現場は初心者なんでな、みんなよろしく頼むよ。はい、みんなよろしく。はい、はい、ほら挨拶。よろしくお願いします。よし、俺は学校行くから頑張って。え、学校行くんですか。私たち置き去りにして。お、校長先生。あ、巡回ご苦労様です。あの、随分早いご登校ですけど、ここで何を。いや、別に教室が見たくなりまして。は？ここは
大橋仁という教師が8ヶ月必死に戦った戦場なんです。ほう。俺もちなみに児童たちと戦ってみました。たったの2日間。もうボロボロでした。はあ。そんなところで大橋仁という教師は8ヶ月も踏ん張って立ってた。俺はね、大橋先生の気持ちを思うと胸のここら辺がモヤモヤがぐるぐるしてたまらないんですよ。没头できますね。竹地先生は本日お休みです。校長命令で有給を取ってもらうことになりました。え、じゃあ今日も校長が5年生クラスの授業をやるんですか？もちろんです。では校長先生の5年生クラスのサポートは誰が？私たちはクラスの授業がありますし、今日1日だけ大ベテランの先生にお願いしました。私ですか？いや、確かに私は大ベテランですが、私が授業に出たら学校事務が回りませんよ。いや、副校長ではなく外部の人にお願いしました。外部の人ってどういうことですか？校長、その外部の方の招聘も竹内先生に有給を取らせたのも大橋先生のためにしてることですか？はい、もちろんです。校長は校長先生とそのアシスタントでゆり子さんです。どうぞ。おはようございます。皆さんおはようございます。元校長の竹地です。竹地先生はもういるので今日はみきちゃん先生と呼んでください。私のことはゆり子お姉さんでお願いします。これからみきちゃん先生とゆり子お姉さんご指導のもとでみんなでおにぎりを握ります。何よそれ、そんなの遊びじゃない。勉強が遅れます。家庭時間割を変えないでください。総合学習の時間をまとめてやるだけだ。変更した授業はちゃんと振り返るから安心しろ。それにな、おにぎり作りは国語や算数と同じぐらい大切な授業なんだぞ。おにぎりなんてコンビニに行けば買えます。めんどくさい。それに手で握るなんてバッチくね？ちゃんと手を洗うからバッチくないよ。君はポテチを食べるときお箸を使うのかい？手で食べます。殺菌や消毒に気をつけることもそれはそれで大切なことだけどね。人の手のひらには不思議な力があるんだよ。手をつなぐ、握手をする、仲良しになったら手と手を合わせる、お祈りをするときも手のひらを合わせる。それにお腹が痛くなった時にお母さんに手で撫でてもらったり、おばあちゃんの肩を揉んであげたり、苦痛を和らげることができる。手のひらパワーだ。そう人間の手にはパワーが宿っているんだよ。おにぎりはとてもポピュラーみたい、歴史のある食べ物です。先生、お腹が痛いので保健室に行ってきます。おい、お願いします。
おい翔子、ちょっと待て。何ですか。大橋先生、学校辞めるぞ。他の学校に転校するんじゃない、教師って仕事自体辞めるってさ。どうだ。どうだって、何がですか。これで満足か。大橋先生が優しいのをいいことに散々からかって授業を妨害して、どうだ、満足か。これで満足したのか。何それ、意味が分かりません。最近絵は描いてないのか。は？都のコンクールで銅賞を取るぐらい翔子は絵がうまいのに、もったいないな。何言ってんの。飼育係の時には誰よりも早く登校してきてウサギの面倒を見てた。野良犬が入ってきてウサギに噛みついた時には誰よりも泣いた。始まってきたぞ。待ってましたよ。助かった。待ってましたよ。どうです、体を動かすと気持ちいいでしょう。いや、そんなに。なんだよ、吐きがないな。おい杉山、はい、弁当遊ばしだ。なんでですか。これどうすんだ。午後向こう側に運んで作業。それやるわ。大橋先生と飯前に運んじまうから。いやいや、60個ですよ。全部ですか。ああ全部だ。俺と大橋先生の土の勝負やらせてくれ。土の勝負って何ですか。男の勝負ってワクワクするわ。元インターハイ、実は体力自信あんだろ。俺と一勝負やらないか。は？単純な勝負だよ。どっちが土の30個、こっからあっちに早く運べるかレースだ。30個。なんでそんなことやらなくちゃいけないんですか。賭けをしたいんだよ。賭け。教師を続けるか続けないかを賭けるんですか。こら、不謹慎なやつだな。違うよ、弁当だよ弁当。大橋先生が負けたら弁当は全て持って帰る。言っとくけどな、他に飯は用意してないからな。そんな、やっぱり鬼なのか。そんな、他の人たちは関係ないじゃないですか。同じ現場の仲間だろう。連帯責任だ。連帯責任上等。慣れた喧嘩だ。お前先生受けて立て。よし、やってやれやってやれ。その代わり大橋先生が勝ったら俺は大橋先生の言うこと何でも聞くよ。先生負けんなよ。俺たちの弁当かかってんのかな。先生、ここはスパッと勝ってこの横暴な校長をドーンと復讐してやりましょう。どうしますか。また逃げますか。逃げたらみんなの昼飯はなくなり、あんたは正真正銘の負け犬だ。よし。あいつ先生、あいつに負けんなよ。飯抜きになったらお前魂を変えてないから。おい、よし、よし、よし。
桐原先生、うちのクラスの田畑さん、多分今週いっぱい休むと思います。大橋先生のせいであんなことになっちゃったんで。ああ、でも来週はちゃんと来ますよ。きちんと本人と約束したんで。そうですか。脇谷副校長。はい。校長はお忙しそうなので私ので手配しておきました。ああ、大橋先生の代わりの新規採用者のリストですね。今週中に動かなければ来週には間に合わないので、放課後面接する予定ですが同席していただけますか。もちろんです。さすが桐原先生、素晴らしい危機管理能力ですね。おお、なかなかそつのない人選ですな。武智校長。今日は美希ちゃん先生で臨時採用教員ですので、脇谷副校長。本日は何と言いますか、その成瀬校長の無茶苦茶な頼みを引き受けてくださってありがとうございました。いやいや、そもそも成瀬君を推薦したのは私ですから、取れる責任は取らないと。桐原先生って以前は本庄小学校にいた桐原先生。はい。やっぱりそうか。なるほどね。君が桐原先生ね。いろいろ噂は聞いてました。ところでどうですか、新宮小学校は。あなたの目から見て良い小学校ですか。良い小学校にしようと精一杯やらせていただいています。そうですか。今日の授業マジに分かんない。翔子なんか早退しちゃうし。そう、私はおねぎり握るのがちょっと面白かった。いつまで校長が担任なのかな。なんか調子くる。大橋いじめすぎちゃったかな。俺ね、今お前を怒る資格ないの。学校無断で今日で3日もサボっちゃって、とうとう先生辞めちゃった。食べる？よしよ、お前先生恥ずかしい、負けてろ。お前先生気合い気合い。男同士の真剣勝負ってやっぱりいいわ。ほらほらほら、そろそろ辛くなってきたんじゃないのか。参ったしてもいいんだぞ。途中で逃げ出すのはあんたの得意技だろう。俺はな、トンネル工事の現場であんたみたいなやつを大勢見てきた。威勢がいいのは初めだけ。工事の一番辛いとこでやめちゃう。でもな、トンネル工事の満足感を味わえるのは最後まで頑張ったやつだけなんだぜ。うるさい、あんたに俺の何がわかる。よし、先生、まいったよ。今いい笑顔だ。どの競争盛り上がりましたね。お弁当祭りもきっと盛り上がってますよ。ゆり子さんが手伝ってくれたおかげです。あ、
嬉しい。成瀬さんって褒め上手ですよね。いやそんな実はゆり子さん、もう一つお願いがあるんですけど。あっしゃ、うわなんだこれ、汚ねえ握り飯だな。社長は握り飯も絶品のはずなのにな。あ、このおにぎりは新宮小学校の5年生が握りました。え、マジで？うちの子6年生だけど握り飯なんか握ったことねえぞ。あれすんごいとんがった三角だ。こっちのなんかすげえバカでっけえし。その三角のは多分伊藤かすみって子が握ったんですね。え、おにぎりを見ただけでわかるんですか？ええ、まああいつはきっちりした性格だから、プリントの折り目もいつもピシッとしてて、でそっちのでかいのはガクですね。あいつはクラスで一番手がでかい。じゃあこれは？この小さいのはアスミかな。あいつはいつも遠慮がちなんです。これすげえぐっちゃぐちゃだけど。まったく、そのぐちゃぐちゃなのはタカシ。あいつほんといい加減だから。じゃあこれとこれは？握りつぶしただけなのは短気なトシヤ。まん丸は7かな。何でもすぐ丸めるから。大橋先生、なんか感動した。あんたいい先生なんだな。そんな、俺はいい先生なんかじゃないっす。いや、そこまで見てるなんてすげえよ。あんたみたいな先行がいたら俺なんかもぐるなくて済んだのな。ほら先生も食べて食べて。俺がすか？当たり前だろ、先生が食べれてどうすんの。ほら。はい。あ、うまい。うまいよ。参ったな。あ、おかえりなさい。どうでした大橋先生？いい笑顔で笑ってましたよ。もしかしたら今頃おにぎりがうまくて泣いてるかもしれませんが。そうですか。でも大橋先生の代わりの教師、今日の放課後には面接するみたいですよ、桐原先生が。え、面接？さっき職員室でそんな話を。私昔の桐原先生の方が好きだったな。昔？新任の頃1年だけ一緒だったんです。その頃の桐原先生、成瀬校長にいてすごい熱い先生でした。俺に似てた？桐原先生が？はい。今の方が教育界では評価されるんでしょうけど、教師って難しいですね。私立厚生小学校。桐原先生、脇谷先生、面接って一体どういうことですか？今週いっぱい大橋先生を待ってくれるんじゃなかったんですか？あくまで不測の事態に備えた準備です。週明けやはり大橋先生は来ませんでしたとなってから面接したんでは担任不在期間が長すぎますから。なら俺も面接します。どんな人がこの小学校を受けたいと思っているのか、俺もこの目で見たいです。菅原さん、私立厚生小学校からなぜ公立に？先生同士の争いに疲れてしまったんです。公立ならのんびり仕事ができるんじゃないかと思いまして。とりあえず一般企業に勤めたんですけど、なんか自分には合わないかなって思いまして。高校教師からなぜ小学校に？高校生って中途半端に大人じゃないですか。その点小学生はまだ子供で扱いやすそうですから。ちょっと待ってください。扱いやすいというのは？佐藤さん、真剣に教育に向き合えば向き合うほど簡単に子供を好きだとは言えなくなります。時には嫌いだとすら思うこともあるでしょう。それが現実です。それでもなお教壇に立ち、子供たちの将来のために自分の人生を差し出す覚悟がある人間だけが教師になりたいという資格がある。
す。お疲れ様です。お疲れ様でした。大橋先生も竹内先生も送ってっから乗って乗って。はい。あのもう少し残ってもいいですか。え、まだ働く気ですか。いや、今日一日働いた現場をもう少し見ておきたくて。いやいや、じゃあ気をつけて帰ってね。ありがとう。お疲れ。お疲れ様です。甘くて温かいの。あ、すいません。ああ、あの船ならあっちの川沿いの方にいるよ。ありがとうございます。気をつけてね。おにぎり、びっくりしましたよ。形を見ただけで誰が握ったか分かるなんてすごいですね。担任でしたから。でも子供たちの性格まで分かるなんて。8ヶ月間毎日一緒にいましたから。大橋先生辞めちゃうんですか。ええ、たくさん迷惑かけちゃったし、他の学年の子まで巻き込んじゃって、懲戒免職になってないだけ感謝しないと。竹内先生には最初から最後までかっこ悪いとこばっか見せちゃって恥ずかしいっす。中途半端で皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです。中途半端で申し訳ないなんて言ったら、私だって毎月就職情報誌買ってますし。格好悪くていいじゃないですか。5年生の担任、私もやりました。私も成瀬校長も2人ともものすごく格好悪かったです。成瀬校長が授業をうちのクラスで。すごかったですよ。校長もう意地になっちゃって、子供たちが騒げばそれに負けずに大声出して、学級崩壊どころ。大橋先生、今いい笑顔だ。
久しぶりの現場は疲れるね。おじいちゃん生き生きしてたけどね。でもあれだな、久しぶりに行ったら学校ってのはいいもんだな。やっぱり教師の仕事が好きなのね。好きなだけじゃやっていけないけどね。あらそう。でも好きじゃなきゃやってられないんだよ。あ、そこそこそこを強く。はい。大変お世話になりました。晩ご飯ぐらい食べていけばいいのに。いえ、そこまで甘えるわけには。それに成瀬校長の顔をどう見たらいいか分かりませんし。大橋先生はどうして成瀬君がうちに住んでるか分かる？は、いえ。いい先生はね、とにかく子供たちのそばにいなきゃダメなの。電車通勤なんてダメダメ。ところで君はどこに住んでるの？2丁目です。ここから5分ぐらいの。なるほど。君も子供の近くに住んでる先生ですか。ああ。大橋さん、大橋さん、なんだ元気そうじゃない。はあ。ああ、最近おかしかったからさ。今日はなんで、あの無駄に声の大きな校長先生一緒じゃないの？いや、あの校長先生ね、もう来るといつもね、私にね、紙とペンを借りるのよ。だからもう私ね、持ち歩くようになっちゃった。多分もう来ないと思います。あ、そうなの？なんか残念だな。こんなものとは何だ。そこにはあんたのピカピカの愛情が詰まってるじゃないか。ああ。うっかり破いたり焦がしたりしてしまった。すまん。よし、した。あ、やべえ、焦げちゃった。あ、破けちゃった。まずい。よし、よし、どうだ。校長、わざわざ。翔太郎、元気か？俺は毎日必死で校長先生やってるぞ。まったく、アンケートっていうのはキリがないな。初めてやった授業はとてつもなくかっこ悪かった。でも最初からうまくいくよりずっといい。俺はそう思う。これって負け惜しみかな。でも俺は絶対に参ったとは言わないぞ。どんなに失敗しても、かっこ悪くても、参ったとは言わない。
翔太郎、人生っていうのはうまくいくことばかりじゃない。でもだからこそ人生は楽しい。そう信じて俺は明日も校長先生を頑張るよ。どこ行くんだ。学校こっちだろ。今日もサボんのか。どうしたの。迎えに来た。だから一緒に学校行こうぜ。先生辞めんじゃなかったの。俺ね、すっごくかっこ悪いんだけど、教師辞めるの辞めることにした。でさ、お願いがあるんだけど。一緒に学校行ってください。え？いや、迎えに来たなんてカッコつけてみたけど、それは嘘。一緒に行こう。お願い、一緒に行って。もうさ、ここまでカッコ悪いとさすがに怖いっていうか恥ずかしいっていうか、校門の前でくじけそうで。だから一人じゃ行けないから僕と。お前とはさ、先生と児童である前に仲間じゃん。不登校仲間だからお前しか頼めるやついないんだよ。クラスの子供たちにはいじめられてるし。しょうがないな、そこまで言うなら一緒に行ってあげる。父親参観祭りをやりましょう。絶対嫌です。親っていうのは子供にとって特別なんだよ。俺の息子の名前翔太郎っていうんだ。一人の児童に深入りしすぎた結果だし。私何も知らなくて。全身全力で校長先生をやりたいんだ。明日への力ドラマチックサンデーは花王の提供でお送りしました。